まあそんな感じでまあ買い物したんしたりして本当にね帰りもまあまた芋洗いだよね3時過ぎぐらいにその車を置いたとこに着いたんだけど芋洗い芋洗い芋洗い一区間一区間ぐらいは座れたかな帰りはほんと芋洗いもう芋洗いだから係長よ 芋洗いよ。本当に。思った。平日の夜行こう。今後行くんだったら平日の夜行こうって思ったよね。思った。うん。思ったよ、私は。もう平日行かないって。平日とか土日行かないと思った。っていうね、まあ。婚活の中身としては、なんかね、 最初に遅れて行ったんやけど行った最初のねあの36人しか私を混ぜて女3人男3人だったんやけどまあね一番最初に座った人なんかね私絶対どこ同じ婚活でねなんかこの人絶対見たことあるプロフィールだなと思ったんだよね向こう私に気づいてたかわからんけど あ絶対こいつなんか見たことある。絶対この婚活かはわからんけど、絶対なんかこのプロフィール見たことある。うん。そう、絶対ね、見たことあると思った。いう人が一人と、どこかの婚活で絶対このプロフィール見たことある。なんとなくか顔はあんまり覚えてないんやけど、なんとなくこの顔のこのプロ,プロフィールを見たことあるぞ。みたいな。 感じの人とまあうんともともと会津の仕事の関係で仙台のどこかに住んでる人ともう一人は秋田だかの秋田のなんか仕事で秋田だか青森だかまあそこら辺ので仕事でこ 仙台の方に来たまあ同級生ぐらいなんかな3人しかいなかったんやけどうん、なんかね思ったまあ平日も土日もそんな人って多くないなとかなんかねそう服自体もこんまあ紹介したうん服は二点三点して結局いつだか着ていて コンカツのなんかブラウスと今回買ったねスカートというね結局なんか服,服装もうんなんか今回はいろいろと落ち着いてない私だったなうんぶっちゃけいろいろ落ち着いてなかったこんな感じでねあんまめちゃくそ参考にならないんですけどまあね まあ婚活って言ってみないとどんな人来るか分からんし、まあ、フィーリングとかいろいろね、趣味とかね、なんか、まあ、気になった方はね、まあ、まあ、今回ぽっちゃり婚に行ったんですけど、まあね、いろんな婚活あるので気、ね、気になったね、気にな、まあ、調べてみて気になった方は行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバイ。